日本語能力試験懲戒 N4 これから N4 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは、手を挙げてください。 問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題一。問題一ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の一から四の中から 一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。例<イ>。男の人が女の人に電話をしています。男の人は何を買って帰りますかこれから帰るけど何か買って帰ろうか あ、ありがとう。えー、っとね、牛乳、それから。ちょっと待って。牛乳は一本でいいのえっと、二本お願い。それからチーズ。あれチーズはまだたくさんあったよね。ごめん。今日のお昼に全部食べたの。わかった。じゃあ、買って帰るね。 男の人は何を買って帰りますか一番いいものは4番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは4番ですから、答えはこのように書きます。では 始めます一番本屋で店の人と女の人が話しています店の人は何を使って絵本を包みますかいらっしゃいませこの絵本をください贈り物なので綺麗に包んでくれませんか はい包む紙は2種類ありますこちらの船の絵と花の絵とどちらがいいでしょうか船の絵がいいですリボンもつけてくださいはい細いのと太いのがありますがどちらにしますかそうですね細いのにしますわかりましたでは少しお待ちください 店の人は何を使って絵本を包みますか 2> 2番先生の部屋で男の学生と先生が話しています。男の学生は いつまでに本を返さなければなりませんか先生、この本を借りてもいいですかいいですよ。いつまでに返さなければなりませんかえーと、今日は7日ですね。再来週の金曜日、えっと、23日に授業で使いたいですから、授業の前の日までに返してください。はい、木曜日ですね。 あ、すみませんその前の日までにお願いします再来週の木曜日は学校に来ませんはいわかりました男の学生はいつまでに本を返さなければなりませんか 3番日本語学校で先生が話しています留学生は小学校に何を持っていかなければなりませんか、えー、来週南小学校へ行って折り紙を子供たちに習いますね皆さんは自分の国について写真を見せながら話しますね写真を忘れないようにしてください あ、折り紙は小学校にあるものを使いますそれから小学校の建物に入るときには靴を脱がなければなりませんからスリッパを持って行ってくださいお昼ご飯は必要ありません小学校が準備してくれます留学生は小学校に。 何を持っていかなければなりませんか。四番。日本語学校で。事務所の人と。男の学生が話しています。男の学生は。何を書きますか。 キムさん、こんにちは。どうしましたかあの、先週引っ越しをしたんですが。そうですか。じゃあ、この紙に、名前と新しい住所と電話番号を書いてください。はい。あの、電話番号も書かなければなりませんか変わったのは住所だけです。じゃあ、電話番号はいいです。それから、クラスは来週新しいクラスに変わりますから、 書かないでください。はい。男の学生は何を書きますか?。五番。会社で。 女の人と男の人が電話で話しています。女の人は、どこから資料を持って行きますかはい、鈴木です。あ、もしもし、木村だけど、ごめん、急いで会議室まで資料を持ってきてもらえるはい。僕の机の引き出しに入っているんだ。はい。えーっと。 多分引き出しの下から二番目に入っていると思う。茶色い封筒に入っているからすぐわかると思うよ。はい、わかりました。下から二番目ですね。あ、ごめん。そのもう一つ上だ。はい、急いで持っていきます。女の人はどこから資料を持っていきますか。 6番コンビニで男の店員と女の店員が話しています。女の店員はこれから何をしなければなりませんか田中さんご苦労様。田中さんの仕事は3時までだからそろそろ終わりだね。店の中の掃除は終わったはい。店の前は昼に掃除したからまだきれいだね。 じゃあ、最後にゴミ箱のゴミを店の裏に持って行って、ゴミを置いておくところはわかるはい。あの、すみません。まだ窓の掃除が終わっていないんです。それは僕がやるからいいよ。じゃあ、今頼んだことをやってから帰ってね。はい。女の店員はこれから。

この授業では日本語1というテキストを使います。駅前の本屋や大学の中の本屋などには売っていませんから、私が皆さんのテキストを頼んでおきます。来週の授業の前に事務所でお金を払ってテキストをもらってください。今、食堂の前でも日本語のテキストを売っていますけれど、この授業で使うものはありません。 似ている名前のテキストがありますから間違えないようにしてくださいこのクラスの留学生はどこでテキストを買いますか 番。町の体育館で男の人と受付の人が話しています男の人は来週の日曜日体育館に何を持ってこなければなりませんかすみません来週の日曜日体育館で卓球がしたいんですがはい卓球は1人2時間300円ですが何時間しますか 2> 2時間です。ではこちらに名前と利用時間のところに「2時間」と書いてください。あの、お金は今日払いますかあ、利用するときお願いします。はい。それから卓球をするとき、体育館で履く靴が必要です。卓球の道具はこちらにありますので自由に使ってください。はいありがとうございます。 男の人は来週の日曜日、体育館に何を持ってこなければなりませんか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。 では、練習しましょう。<例>女の人と男の人が話しています。女の人はどうして引っ越しをしますか 来週の日曜日、引っ越しを手伝ってくれないいいけど、また引っ越すんだね。部屋が狭いのううん。部屋の大きさも場所も問題ないんだけど、建物が古くて嫌なんだ。最近近所の人と友達になったから、残念なんだけど。そうなんだ。 女の人はどうして引っ越しをしますか一番いいものは3番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では 始めます。一番。男の人と女の人が話しています。女の人は昨日友達と一緒に何をしたと言っていますか？ 昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたかええ。友達と海の近くの店に行って食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。じゃあ、話すことがたくさんあったでしょう。ええ。今度また二人で山に登ることにしました。そうですか。昨日は暑かったから、 海で泳い,だんですかい,いえ泳いだり海岸を散歩したりしたかったんですけど友達に用事ができてしまって食事のあとすぐに帰りました残念です女の人は昨日友達と一緒に何をしたと言っていますか 2>, 2番。教室で先生が学生に話しています。学生は工場で何を作っている時に見学をしますか 来週はクラスで工場の見学に行きます。ジュースで有名な会社の工場ですが、アイスクリームやキャンディそれからクッキーも作っているんですよ。本当はジュースを作るときに見学したかったんですが、来週はジュースは作られていないそうなので、皆さんはアイスクリームを見ることになりました。見学の後、 クッキーのお土産がもらえるそうです。学生は工場で何を作っているときに見学をしますか 3番授業の後で男の学生と女の学生が廊下で話しています男の学生はいつ山本さんに手紙を渡しますか 森さん、この手紙を山本さんに渡してくれないえ何あの僕山本さんのことが好きで僕の気持ちを手紙に書いたんだけどなかなか渡せないんだ朝教室で渡そうと思ったんだけど恥ずかしくてダメで今山本さんが教室を出た時もやっぱり渡せなかったんだ自分で渡した方がいいよ 山本さんなら授業の後、いつも三十分ぐらい図書館にいるよ。図書館は人が多いから恥ずかしいよ。じゃあ、出てきたときはどううん。頑張って。うん、行ってみる。外で待って、自分で渡すよ。男の学生はいつ山本さんに手紙を渡しますか 4番。ラジオを聞いています。桜動物園はオープンの日にどうなりますかオープンの日です。 今月20日金曜日に桜公園の隣に桜動物園がオープンします動物園は毎日10時から夕方5時までですがオープンの日は午後8時まで空いているそうですお仕事のあとにお子さんと一緒にいかがでしょうか休みは毎週木曜ですチケットは600円で 中学生は500円小学生以下のお子さんはただです毎月初めの土曜日にはチケットが安くなって300円で入れますぜひ行ってみてください桜動物園はオープンの日にどうなりますか 5番女の留学生と男の留学生が話しています。女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか女の留学生です ねえ、日本に来て日本の自動販売機に驚かなかった。驚いた公園病院海どこに行ってもあるからすごいよ。私が驚いたのは種類だよ。私の国では売っているのは飲み物がほとんどだよ。日本ではバナナや花服も見たことがある。うん。言葉を話す。自動販売機もあって。 東京では東京の言葉を、大阪では大阪の言葉を話すんだよ。店員みたいだね。日本では外に置いてあっても中のお金が盗まれたりしないから、自動販売機がたくさんあるのかもしれないね。女の留学生は日本の自動販売機について、 どんなことに驚いたと言っています人が話しています卵が安くなる時間は何時から何時までですか すみませんこちらのお店のホームページに今日は卵が安いと書いてあったんですが売り場はどこですかあそこですがすみませんお客様卵が安くなるサービスは夕方の1時間だけなんですえ何時からですかもう終わってしまいましたかい,いえまだです今ちょうど5時ですから始まるまで30分あります 分かりました卵が安くなる時間は何時から何時までですか七番。 会社で女の人と男の人が花見の場所について話しています。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか 土曜日仕事の帰りに花見に行かないいいねどこがいい東公園がいいよ桜は東公園と北公園が有名だけど北公園は毎年すごく混むんだよ公園の中に食べ物の店がたくさん出ていて歩いていてもなかなか前に進めないんだお祭りみたいでにぎやかで楽しそうだけどちょっと疲れるね 東公園も人は多いんだけど池があって船に乗って桜が見られるから楽しいよ面白そう東公園は会社からは歩いていけるえっと歩くのは無理だけどバスなら15分で着くよじゃあ東公園に行こう男の人はどうして 東公園がいいと言っていますか問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は 何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。例レ, <イ S 1> レストランでお店の人を呼びます。何と言いますか一 いらっしゃいませ。二、失礼しました。三、すみません。一番いいものは三番です。回答用紙の問題三の例のところを見てください。一番いいものは三番ですから。答えは このように書きます。では、始めます。1番。1> 友達が可愛いネックレスをしています。買った店が知りたいです。何と言いますか ?1。どの店で買うつもりですか 2> 2それはどこで買ったんですか買ったかどうか教えてください 2> 2番机の下に自分の消しゴムが落ちました。 友達に取ってもらいたいです。何と言いますか ?1 あ、消しゴムを取ってあげようか 2, ?2 ごめん、消しゴムを拾ってくれる ?3 ねえ、消しゴムが落ちたそうだよ。 3番エレベーターの中です他の人が降りた後で降りますなんと言いますか1どうぞお先に 2, 2前へ行きます 3, 3後でお願いします 4番、友達が、カバンを閉めるのを忘れています。何と言いますか ?1、1> カバンを開けておいてね。2>, 2、カバンが閉まったままだよ。3、カバンが開いているよ。 5番、読み方が知りたいです。何と言いますか ?1、どうやって書いたんですか <S ?2, 2、何と書いてあるんですか ?3、何を書いておきましょうか 問題4問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。 レジュース買いに行きますけど、何か買ってきましょうか。1、ええ、いいですよ。2、そうですか、美味しそうですね。3、あ、コーヒーお願いします。一番いいものは、3番です。回答用紙の 問題4の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。よかったらお茶をもう一杯いかがですか すみませんいただきます。二、もう一杯どうぞ。いえどういたしまして。二番山本さん忙しそうだけど。 今ちょっと話せる。一。話していませんよ。二。あ。今は。手伝えないんですね。三。はい。何ですか。三番。 りんさん、もうすぐ森さんの誕生日だね。プレゼントは何にしようか ?1、1> それがいいね。2>, 2、プレゼントをあげようよ。3、うーん、T シャツはどう 4番あっその資料後で使うからまだ片付けなくてもいいですよ。じゃあここに置いておきます。いえ僕はもう使いませんよ。3> 3すぐ片付けましょうか。 5番先輩あの大学の授業の選び方について教えてもらえませんか1それはあげられないよ 2, 2うん何でも聞いて 3, 3ぜひお願いするよ 6番あ、山田さん、けがはもうよくなりましたか 1, ?1 あまりしませんでした。2それはよかったです。3, 3すっかり治りました。 7番、リーさん、大学を卒業したらどうするか決まりましたか ?1、1> 卒業できることになりました。2>, 2、国に帰って貿易の仕事をします。3、銀行で働いたことがあります。 8番。ねえ、ここにあった会議の資料を知らない ?1。え、ないんですか ?2。2> じゃあ、教えてください。3>, 3。わかりませんでした。 これで、懲戒試験を終わります。